意識ある。これ何本？ティラノサウルス。はいどうも、ギシです。よろしくお願いします。今日はですね、Jグリーン堺に来てます。スタンダ立ち上がりよ。突っ込めるとこなかったやろ。はい。やっぱこう足も治ってちょっと練習をしたいなということで、練習一緒にしてもらう、仲間を呼んでおります。よろしくお願いします。ふぇ食いかけた。ふぇちょ、ふぇちょ、ふぇちょ。はい、残念でした。残念ちゃうやろ。風呂おるやろ。はい、炎上くんです。お願いします。フットブーツの炎上くんです。ありがとう、いつもありがとう。毎週木曜日ライブしてますんで。あ、よしてんな。インスタの方でね、よしてんな。ライブしてますんで、そちらチェックしてください。ぜひぜひ。そして、洗顔純也です。え、まあ、ボケへんの。ガンやとか言わへんの。洗顔純也です。洗顔、おしおし、ぜひ。どうも、洗顔ワンピースのジュアです。そして、おい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 、言うてまうなよ、です。言葉の人です。おい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 、そうなんだこれ。よう言うやろ。言わんて、本腰のやつ言うてる。おいおいおい。誰がわかる。お前の住所は。おい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 。今日はこの5人でちょっと練習をしたいなと思うんですけども。俺も入ってんの。入りますよ。お願いします。いや、4人しかおらんで。記事よ。はい。どこで記事だって。何年重い。ユニバの時にさ、視聴者さんが 5人で乗ってねって言って、4人しかおらんで。フランクダンのその前で言ってたよ。なんで自分のセリフ忘れる。よう覚えてんな。ほんでお前記憶力えぐ。お前絶対的に回したくないタイプやん。はい、今日の練習はですね、もう足を使いません。買うやん。え、どういうこと。今日はヘディングの練習をしたいと思います。でも普通のヘディングじゃないです。クリアヘッド、題しましてクリアヘッド対決。対決するんや。今日はですね、クリアヘッドを、いかに遠く高く飛ばせるかの対決をしたいと思います。なるほどなるほど。なるほどね。これはもう我々ディフェンスですから、全員買うやろ。ディフェンスはもういかに遠く高くヘディングをするかで勝負が決まってきますから、うん、もうほとんどヘディングの競り合いって言いますからね、サッカーなんかは。違う違う。絶対に違うから。痛くないのとかが好きじゃなくて。痛くないのが好きじゃなくて、うん、もうハーフェイラインからドガーン蹴ります。で、こっちスタンバってる人がドガーンヘディングします。お、何回もします。わかりますか。わからないやろ。どうなるかわかりますか。この夏に頭バン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 打つと。ちょっとわかります。わかりますか。あの、熱中症になると思います。はい、今日は熱中症になります。沖縄か、あれ、日射病。もちろんこれ対決なんで、負けた人は罰ゲーム。何が負けなの。何回もやり続けて何が負けなの。いや、1人3回でも、あの、パスもあり。あ、えラスト1回だけやりますもありってこと。その、いや、最初はやるで。あ、最初トップやったらもうやらんとくみたいな。やらんでもいい。おー、じゃあ1回にかけれるってことか。1回にかけれる。ただそれだけで。ベベは超天空ヘディング。もうええって。ベベはそりゃそうや。一番だって弾けてないんやから。超天空ヘディングで。超天空ヘディングで。なんかもうこのご時世になって危ないみたいになってたけどさ、3年前ぐらいから僕の企画でむーちゃんがヘルメットかぶった状態で超天空ヘディングしてる。病院行ったやろ。見た。ほんまにそのヘルメットした状態でヘディングしてマジでさらに痛くなって。ここに来んねん。で、折れてたよな、確か。折れてた。ここと、まだ折れてる。ここと。え、ここと。えぐらい天空ヘディングっていうのは危ないけど、それを罰ゲームするぐらい本当に真剣にやろう。真剣にやろう。勝負にこだわろうと。ではやっていきます。レッツパーティー。うめうめチャンネル。いきます。最初はグーじゃんけんほん。あいこでしょ、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 あいこでしょ。一人勝ち。じゃあ3番で。最初はグーじゃんけんほん。あいこでしょ。最初はグーじゃんけんほん。近ない近ない。4。帰りたくない。5。1と2やんな。どっちがいい。2。そりゃそうやろ。
じゃあ2で。はい、じゃんけん。最初はグー、じゃあ、はい。はい、1個でしょ。はい、1個でしょ。どういう勝負？はい、1個でしょ。危なかった。最初はグー、じゃんけん、ほい。2、1。なんで？ここ当たるってことはヘディングの球じゃなかったよ。そうやけど、避けて。おう！いやー！いやー！はい。これやばいかもしれん。いや、これやばいかもしれん。いやってその後やんの。これマジやばいかもしれん。怪我やん。あ、揺れた。意識ある？これ何本？ティラノサウルス。おう！クリアー！よいしょー！はい。大丈夫？これ順番回ってくるの嫌やねんけど。氷の冷やすってこと。全部。梅ちゃんめっちゃ飛んだな。俺の方が飛んでるよ。そうやで、梅ちゃんの方がヘディング強いの。ナイスキックです。待って、綺麗なヘディングです。綺麗ヘディング、うまっ。記録出ました。そうやね、いった。なんかもう目の前見えへん今もう。やばい、真っ青。危ない。ヘディング綺麗。いって目で止まってたよな、今止まってた。めちゃめちゃうまかった。あらそう。ガーン、ちょっと待って。ガーン、ちょっと待って。なんか言ってたよね。ヘディングする前なんか言ってたよな。ガーとか言ってたよね。言ってた。なんか言ってた。あれ、これ小学校のなんか遊具にあるタイヤ？もうここから帰りたくない。おい、誰がタイヤ？こういう箱にすなよ。エッグ、頭ついてる？おう！クリアー！うわ、めちゃめちゃ飛んだ。めっちゃ飛んだ。うわ、めっちゃ飛びたい。誰？いや、俺トップやろ絶対。確かに梅ちゃんも結構飛んでんな。うん、飛んでんな。めちゃくちゃ飛んでんな梅ちゃん。俺いっちゃん飛んでない。いっちゃん飛んでる。うわ、俺ミスった。俺以外や。じゃあ梅ちゃんやるんですか？あ、俺パスで。俺やります。これはベベを決めるやつね。うん、1位だけ免除されるの。はい？いや、1位だけその追加戦でいいの。ああ、やらんでいいってことね。距離をね、びっくりした。ちゃうやろ、お前最下位決めるやつに言ってて。え、最下位決めるから他もちょ、だからあれやろ、3回はしなあかんね。3回戦でいいってこと。ああ、なるほどね。1位やったら3回戦でいいっていう。いや、パスしていい。俺らもパスしていいやろ。あかんね。変わったやろ。1位だけ1位だけパスしていいの。うん、ルール変わった。1位は戦でいい。え、俺が次さ、これより短くなった時って、その短くなった記録になる。なるなる。は？でもやらなあかん。お前ルール変わってん。ルール変わった。あかんやんか。うん、あかんやんか。あかんやんか、あかんやんか。でもお前伸びるから、お前ちゃんと当たってなかったから。そうそうそう、だからいや、もう一回やりたい。だからこれ、やりたいもん。一回チャラになるから。な、もうチャレンジするからってことやな。じゃあ記事触るもなくなろ。やっちやるから。じゃあ俺さ、2回目ふざけるで。痛くないようにするで。だって距離出した方が次せんでいいよ。いやいや、あれには勝てへん。勝てるやろ。お前やば、このルール。なんで炎上せへん。炎上変わるし。おう！
ジャンプはしてたやろ。いいシュートやった。いいシュートしたやろ。ナイスボール。うわ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 、めっちゃいった。やばい。これはえぐい。これはえぐい。黄色黄色。これはえぐいって。来た。ナイスボール。よりよりは飛んでる。いやなこれ。うわ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 。めっちゃ飛んだ。すごっ。おう、じゃあ3周目か。え、顔死んでる。最初のやつ今引いた。3周目ラストっすもんね。だからデータゲーム。だから一番ややこしいことになってる。そういうことね。そうだ、やり直すってありですか。はい。え、あのやり直しってありですか。そんなに俺思ったんやけど、やり直しありにせへん。あ、自分が満足するまで。そう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 。あ、まあ痛くなるのは自分からってこと。こっちは自分が痛いだけやん。で、天空は一回で潰した。なるほどね。だからそれおもろいな。それはまあありにするか。ありありあり、やりなさい。だから自分が満足するまでやな、うん、だからケントがこれ満足やってなって、超えられて、俺と基準に超えられたらやばいな。でもそれやったら満足じゃないって言ってもいいやろ。それはいけんの。終わらんやん。終わらん。一生新記録出ていく。3年後やで。痛いが勝つかい。いや、いいよな、こんなん やりまくった方がええやろ。ああ、肘が途中で折れるしてね。なんでやろ。じゃあやる、肘は。やる、俺最後までやる。おう、やっそー。うわ、あ、え、うわ、あ、え、うわ、あ、え、まあでも何回でもチャレンジできるもん。どうしますか。今って何位ですか。最下位です。え、そうでしょう。すみません、最下位です。最下位やりますか。そうですか。最下位です。気持ち悪くなってるやん。見た、ここで擦れたぞ。みんなそうやね、痛いとき。ほんま痛い。ここで擦れた。そうやな。どうするの。もう一回もう一回もう一回。ああ、さすがに天空やろ、これ。さすがにもう一回ね。もう一回です、お願いします。よいしょー。いいから。ラストボール。これはいった。あ、やばい。あ、やばい。やばい。あ、やばい。やばい。ちょっと。待って、ちょっと待って。いや、ヘディングしたところと落ちたところ一緒や。今。痛いぞ。やばい。やばい。記憶縮んだね。今のやばい。縮めにくくなって。待ってくれ。ほんま今のやめてくれ。お笑いすんな。じゃあ今のほんまやめてくれ。練習しよう。ちょっと待ってくれ。何してんねん。痛いです。まず。負け。取ってくれ。マジでピヨってる。マジでピヨってる。横動くな、動くな。入ってー。うめうめチャンネル。はい、終了しました。ですね、おいおいおい、 YouTube のテンションせよ。あんまヘディングっていうのはね、練習で、この高いことあんましない。高いの何回もしない、絶対ね。あと当てるとこしか間違えないということで、いい勉強になりました。次はなんですけど、これ罰ゲームすると危ない。ちょっと全員がここ 2,3 センチ上がってると思うんで。秋田豊さんは本当に素敵な方だなと思いました。ありがとうございました。おしょう。